いや、間違えてますね。仏はどこにもおらぬか。え、なんかボンボンドボン、あ、掴まれた。マジプロレスラーだな、技がドロップキックだと。ドッと鳥じゃねえか、ドラ。で、ここなんか敵がいらっしゃる。あ、これ仲間もしかして。あ、話せるおばちゃん。おばちゃん。伊之助か。違いますけど。せがれよ、若様を見なかったかな。伊之助じゃないです。せがれではありません。せがれではない。伊之助、またそのような。ボケかい？わしがおかしくなったというが、さすがにせがれを間違えるわけなかろう。いや、間違えてますね。いや、まあよい。せがれよ、この鈴をそなたに託そう。なんすかそれ。若様のことを案じ作った守り鈴じゃ。この守り鈴を仏様にお供えしておくれ。仏様に？じゃあそこに一回戻れって話かな。わかりました。これもう一回話せたりする？伊之助、我がせがれよ。はい。守り鈴はほら仏。まあ、とりあえずそれをやれってことですね。わかりました。あ、アイテムが。おお、ちょっと待って、鶏じゃねえか。あ、違う、逃げる、逃げて。うぅ、危ねえ。鳥じゃねえか、ドラ。待って、外した。ふぅ、危ねえ野郎だ。右上のなんかゲージみたいな何？ドン。よーし、ここなんか光ってんだよな。これなんだ？あ、こっから入るんでしょ。こういうのがあるのか。いいね。あ、てかこっからも入れるやん。普通に入れるやん。はいはい。お、話を聞ける。死にかけ。誰ぞ。そこにおるのか。います。答える。その声、俺を知っているのか。いや、まさかな。ちなみに伊之助ではないよ。ご神。はい。我が名は野上伊之助。お前かい。平竹の伊之助、お前かい。どうか。すぐそこのあばら屋の老婆の様子。あ、見ましたよ、もう先に。見てやってくれぬか。見ました、見ました。もう大丈夫です。私の母なのだが、狂ってしまい、もはや誰が誰だか。なんか慈悲の目で見てるね。分かっておらぬ。お主の母に会ったぞ。あ、もう会った手で話してくれる。もらった。その鈴をずっと気にかけていた。あなた目がもうあれですね。に目に怪我をなさってる。仏様に備えろと。上事のようにってかもうあれ上事だよ。先ほど母の相手母はその上事。わ、はい、かりました。任せてください。とりあえず鬼仏がないことにはさ、僕だって動けないわけですよ。ねえ、鬼仏のところ行きたいんですけどね。どうも鬼仏さんがなくてね。あそこの上行きたいんだけどな、行けねえな。ここの上に行ってからの、そっからここに乗れる。おっしゃ、こっちから行くんだ。はいはいはい。え、なんか、ボンってなった。何のボン？ここは何ですか？お？あ、なんかいた！危ねえ！いかがかね？ごくよ。さよう。死者たちのご冥福のため、
品を。ああ、商品、商店。見たところあんたも随分と殺しておる。いや、それほどでも。ありがとうございます。していきなされよ。極よ。購入する。おお、なるほど。ロバットの爆竹。なんか変なのありますね。あ、これ忍び、ああ、なるほど。死者があるカラスどこ。オッケー、まあ、どこにでもいるよってことを言いたいんだろうな。で、鬼ごときが欲しいよ、そろそろ。そろそろちょっと一回俺、やめたいけど。そろそろ一回ちょっと実況中断したいよ。落下ダメージなんかあんま気にしなくて良さげだな。そっちに道があるのすっごい気になる。気になっちゃうな。気になる。そっちに行きたい。よし。こっちの道はなんだ。気になった時に行かないと。こっちの道、あんまり意味ねえ。あ、てか、こっちからこう行けたってことか。ほう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 。なるほどね。あ、待って、見つかった？誰に見つかったかわからんが。正々堂々突破するぜ。ボーン。あいつか。いって、嘘でしょ。どっとぶんね。なんてことしやがる。えい、こいつ落ちろ。いや、パーリーのタイミングむず。こいつ、こいついつだ。ここ、はい、ここでさよならだ、ミイラ男。はい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 。で、ちょっとね、本当にそろそろ鬼元家ないですか、この辺。さっきまでだいぶな頻度で鬼元家あったんだけど、こことかないですか。俺ここあると思うんだよね。多く信じてるぜ。ここ、あ、ミブ風船ニュ、あー、なるほどね。運を上げるアイテムですね。これは、あ、同じやつですね。わかりましたよ。で、ことごとはどこにもおらぬか。仏？鉄くず。これもなんかを作るのにいるんだろう。ちょっと今雑なプレイしますよ。何の宣言だよ。今ちょっと雑なプレイしますよ、とか。どういうことよ。はい。はいはいはい。ちょっとなんか裏道みたいなとこ来ましたね。はいはいはい。はい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 。やっぱこれが一番早いだろう。あー、落ちるよ。危ないよ。今ちょっと焦ったよ。よし。で、こっから上とか？ん？あそこ届かないだろう、これ。え？届く？これ。あ、届く！うお、ギリギリ、アップねー。超危なかった、今。おい、これ、超適当に進んでるけど、こっちで合ってんの？あ、鬼仏じゃないですか、それは。うわ、よこせ、俺に。うわー、セーブだ。本当にここでセーブだよな。大丈夫だよな。んで、ちょっと今日はここで終わりにしたいなと思いますので、これで終了とさせていただきます。いやー、1時間半みっちりやっちゃったな。はい、皆さんどうもこんにちは。4次元ポケットのゆきじでございます。今回も赤炉をやっていきましょう。いきなり LINE ピコピコってなっちゃったけど。じゃあこの前はここからスタートだったと。この前はここからスタートって意味やからね。ここからスタートと、今回はね、いうことでやっていきますけれども、ちょっと操作を思い出させてもらっていいですか。1ヶ月ぶりぐらいなんですよ。お待ちになってね。OK、完全に理解したわ。あ、なにこれ、残影に触れる？これも平田のものだ。
平田？エモド。平田から逃れてきたもの。他にはもうほとんど残っておりません。そうですか。すまぬ。流人を狙う者は絶えぬ。平田の者たちを私が巻き込んでしまった。平田の者っていうなんか一家かな、一家みたいなのがあるんかな。それが巻き込まれたって言ってるね。誰だお前。誰だ。あぶね。ん？いや、見覚えのある顔だ。あ、そうですか。忍びの旦那だ。お、知ってますか。いや、あの世以来ですね。あの世、あの例のね。ちょっと教えて、それ俺分かってねえんだよな、それ。あの世とはなんだ。こいつ覚えてねえんだよ。旦那、覚えてねえんですか。覚えてないんすよ。へえ。へえって。なるほど。覚えてねえ。なあ旦那、あっしはあんたに会ったことがある。その頃は俗をやってやした。へえ。それから足を洗って物売りを始めたんでさ。が、銭がない。銭がないから品もない。そこでじゃあ買えないじゃん。わしにチートばかし銭を用立てていただけやせんか。それを元手に旦那にもきっと役立つ品を仕入れやす。それからおまけにあの世のこと。なるほどね。話して差し上げましょう。一口何円ですか。悪い話じゃねえでしょ。で、俺が寄付するたびにこいつがどんどん仕入れる品が増えてくってことなのかな。まあ、買いますか。銭だ。話してくれ。話して。ああ、もちろんでさ。あの世、これは俺も知りたいよ。平田の屋敷に押し入りやした。平田って誰。平田はご存知の通り、足の本家。ちんけな野党なんざ普通は返り討ちです。けど先だっての戦の折だ。若い侍はああ、その隙に付け入ったのね。そこを狙って押し入りやして、そんで火をつけ奪った。その最中でさ、旦那と会ったのは。旦那は何かを探してた。探してた。そんな風に見えやしたね。あっしが知ってるのはそんなもんでさ。クソの役にも立たねえな。ああ、あの世もちょうどそんな顔してやした。いや、あんま変わってないけど。今も何かをお探しで。まあちょっとあるじゃん。 ね旦那、お題さえいただけりゃ他にも知りたいことをお教えできるかもしれやせん。ぜひ情報を買ってください。情報買うかい。20か。162か。いただいた銭を元手に品を仕入れてきやす、はい、旦那、楽しみにしていてください。わかりました。そうだな、あと1回ぐらいだったらいいか。買うか。お題さえいたぜ。情報変えましょう。20銭。情報買う。お買い上げありがとうございます。これでこいつの30銭に貢いだね。旦那は忍びでさ、はい、忍びの道具の情報を教えて差し上げましょう。いいっすね。あ、そういうのもくれるんだ。あっし、すげえ勢いで火が出る筒を見かけたことがありやす。平田屋敷の押し入りの時、あっしの仲間がぶんどったもんです。ぶんどったんかい。ぼうぼうってな調子ですげえ勢いで火を吹いてやしたよ。話しかか、お前は。そのうちセンスでポンポンとかさ叩き始め、そしたらよとか言い始めない。この人大丈夫。穴山の書いたボロボロの覚書、書いてから数年は経っていそうなもの。数年。平田の屋敷にあるってことかな。その36とか書いてあったな今。平田屋敷に覚えておこう。結構あんのかね、その情報。覚え書きね。はいはい、わかりました。じゃあ先進みますかね、そろそろね。この辺敵がいやすよね。いやすね。ん、敵がいる。あの鶏野郎か。あの鶏野郎に騒がれたら迷惑だな。ほい鶏。はい、まあ戦闘の
勘を取り戻すためにもね。さてと、あそこに盗み聞こうか。縛るだけでは不安じゃの。戦の前に赤鬼われてはしょうもないわ。いざとなれば火を使うしかあるまい。赤目は火を恐れる、そういうお達しじゃ。お達しね、変わっちまったな、アシナの戦も。ほう、あれ待って、なんかコントローラー効かなくなったんだけど。嘘でしょ、待って嘘。ただいま、無事になんとか復活しました。コントローラー、パソコンを再起動しました。それではやっていきましょう。こっちの方ってあんま俺行ってないんだよね。今の反応はニワトリだろう、どうせニワトリ。こっちの方って俺行ったよね、確かね。行ってこのこっちに奥に入ってきたもんね。じゃあもうこっちでいいんだよな。このアイテム、あ、これは式神、この忍忍び道具をね、使う用のアイテムというか、有効回数というかだけども、あそこに行きてえな。ここ登って、なんかうわーって言ってるやついる。なんだあれ。あ、ミスったよ。バカじゃないの。ほら、とりあえずこっちやって、はい、ちょっと待ってよ。奥のやつが怖すぎる。今ドン、奥のあれなんだ。危ないって出たよ今。あいつ危ない、これ。うおドロップキックだと。おっと、あぶね、うん、ドロップキック、うん、つかみ攻撃は避けろってことね。オッケー、おい、いや、やべえでしょあれ。おい、なんかこれ、あ、こういうことができんのね。はい、はいはいはい、なんか出るなと思ったもん。危ね、はい、危っ、はい、でこうしてドンドンといけるということですね。わかりましたよ。いて、嘘でしょ、あぶねえなこのデブ。あぶねえよこれ。ヒットアンダーウェイしないと無理だぜ。ほらよ、掴みに来いや。あぶ、蹴り、割とノーモーション、あぶ、はい、これで隙をつけて。あぶねえこいつ、マジプロレスラーだな技が。うい、危ねえよデブ。あっ危ねえ、はい、よし、掴んで、はいはい、いいねいいね。マジそのドロップキック好き。危ねえ、あ、掴まれた、嘘、いって、あ、死んだ、あ、しまった。うん、そのまま死んどこ。やばいね、え、こっから？あれ？鬼仏からじゃない。なぜ？なぜここから？じいさん？目覚めました。咳きつそうっすね。いいんか？なかなかに死にきれぬようじゃ。死んだらいつもここからなの？咳の音。え？何これ？咳をしているのは降り積もる炎に焼かれぬため、仏を一心不乱に掘り続ける一人の男のようだ。所持している分だけ名誉確率が下がる。
どういうこと？どういうことですか？流石？流因の力を持つ者が死を重ねると流石と呼ばれる病が世に振りまかれる。改正の使用不使用に関わらず狼が死亡を繰り返すことで発生する。マジで死んだだけそれがなんか増えるってことですか？そうですか、わかりました。